オースティン・ジェリエル・ジャクソンは、アメリカ合衆国テキサス州デントン・郡デントン出身のプロ野球選手。うとうみ現在は、フリーエージェント。愛称は、A、エイジャックス。マイナー時代は、A、エイジャックス表記だったが、メジャーでは、本人の知らない間に、A、エイジャックス表記とされた。12歳の時に、ベースボールアメリカで全国での最高の選手と、 紹介され、3年後の15歳の時にも紹介された。2005年の MLB ドラフト8巡目で、ニューヨークヤンキースから指名を受け、6月22日に契約。契約後、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキースで、プロデビュー。40試合に出場して打率。304、14打点、11盗塁を記録した。2006年は、 A 級チャールストンリバードッグスでプレーし、134試合に出場して打率。264本塁打、47打点、37盗塁を記録した。2007年はまず、A 級チャールストンでプレーし、60試合に出場して、打率。263本塁打、25打点、19盗塁を記録した。6月に、A 級タンパイアンキースへ昇格。 67試合に出場して打率。345,10本塁打、34打点、13盗塁を記録した。9月に、トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリアンキースへ昇格し、1試合に出場した。2008年は、AA 級、トレントンサンダーでプレーし、131試合に出場して打率。285,9本塁打、69打点。 19盗塁を記録した。2009年は、トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリでプレーし、132試合に出場して打率。300点4本塁打、65打点、24盗塁を記録した。オフの11月20日に、ヤンキースとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2009年12月9日に、 アリゾナダイヤモンドバックスを交えた三角トレードによるカーティス・グランダーソンとのトレードでフィルコークと共にデトロイト・タイガースへ移籍した。デトロイト・タイガース時代2010年は開幕ロースター入りし4月5日のカンザス・シティ・ロイヤルズ戦でメジャーデビューを果たした。4月25日のテキサス・レンジャーズ戦ではコルビー・ルイスからメジャー初本塁打を記録した。 この年は151試合に出場し、4本塁打41打点27盗塁、打率293だった。バビップ396と運にも恵まれたため、アンダー数はそれなりのものを得たが、三振はアリーグ最多となる170個を記録した。また、新人王候補にもなったが、レンジャーズの守護神ネフタリフェリスが新人王を受賞した。 2011年は、三振率が、前年の27.5%から30.6%に、上昇し、打率が低迷した。パワーの面では、成長を見せ、リーグ最多の11三塁打を放ち、本塁打も2桁に乗せた。守備では、MLB トップの守備防御点プラス29を、記録して、フィールディングバイブルアワードを初受賞した。2012年は、 三振率を24.7%に減らし、支給率を10.9%まで増やした。一年目ほどではないが、ーバビップを記録したこともあって、初の打率3割を達成した。二年連続のリーグ最多三塁打に加えて、本塁打も自己最高の16発を放った。2013年は129試合に出場して打率、271、12本塁打。 49打点、8盗塁を記録した。デトロイトタイガース時代2014年1月17日に、タイガースと600万ドルの1年契約に合意した。開幕後は100試合に出場し、打率。273.4本塁打、33打点、9盗塁だった。シアトルマリナーズ時代2014年7月31日に、タイガース、シアトルマリナーズ、 タンパベエレーズ間の三角トレードでマリナーズへ移籍した。マリナーズ移籍後も引き続き中堅守のスタメンで54試合に出場したが打率。229、14打点に終わり、チームがワイルドカード争いから脱落する要因の一人となってしまった。一方で走塁面では復活し85、85%の盗塁成功率で11盗塁を決めた。 シーズン成績では3年ぶりに20盗塁以上となった。2015年8月31日に後日発表選手とのトレードでシカゴカブスに移籍する。オフの11月2日に FA となった。シカゴホワイトソックス時代2016年3月6日、シカゴホワイトソックスと1年500万ドルで契約を結んだ。この年は6月10日に、 左膝半突き板損傷で故障者リスト入りすると修復手術を受けて残りシーズンを全休した。この影響もあって MLB デビュー以来初めて規定打席到達を逃した。最終成績は54試合の出場で打率254.18打点2盗塁オプス0.661という内容だった。中堅守の守備は2失策 守備率 984DRS マイマスごと平均を下回る守備成績だった。オフの11月3日に FA となった。2017年1月25日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月27日にメジャー契約を結んだ。 この年は5月に故障者リスト入りして、約2ヶ月も、戦線離脱した影響で85試合に出場に、とどまったが、打率。318、7本塁打、35打点、3盗塁の成績を残した。8月1日にフェンウェイパークでの、ボストンレッドソックス戦で、ハンリー・ラミレスの打った、大飛球に追いついて補給したが、 そのまますぐそばに設置されていたブルペンに壁を越えて転落した。これは MLB 公式サイトでプレイオブザイヤーに選出された。オフの11月2日に FA となった。2018年1月22日にサンフランシスコジャイアンツと2年総額600万ドルの契約を結んだ。2018年7月8日に後日発表選手、または金銭とのトレードで コーリー・ギアリン、ジェイソン・バーと共に、レンジャーズへ移籍した。しかし、アクティブ・ロースターに登録されることなく、7月11日に、ディエフェ、14日に自由契約となった。その後、7月27日に、ニューヨーク・メッツと契約を結び、即日で、アクティブ・ロースター入りした。オフの10月29日に、FA となった。2020年4月に、 MLB 復帰に興味を示していたが8月現在、チームと契約は結べていない。ありがとうございます。